高品質、しかも安い武士蔵。じゃあよろしくお願いします。じゃあまずは大選手の自己紹介からお願いできますでしょうか。はい、仙台育英学園高等学校3年生の渡辺大輝です。出身道場というのは渡辺選手はどちらになるんでしょうか。はい、出身道場は、勝負殿一丸山道場を掲げました。出身中学は、高城市の、東方中学校。東方中学校で、実際中学校時代っていうのは、一番目立った成績でいうと剣道だとどういった成績を。最後の、中学3年生の時に県大会で個人優勝して、全中個人に出場しました。中学校の時に仙台育英を目指したきっかけっていうのはどういったことがあったか教えてください。はい、自分は、剣道だけでなく、勉強も、頑張りたいという気持ちがあったので、その文武両道できる最高な環境が、仙台育英にあったっていうのと、私の姉と兄が、仙台育英出身だったっていうのも、はい、ありました。なるほど。誰選手は、まあ、育英っていろんなクラスあると思うんですけど、特進クラス、はい、進学コースか、進学コースでやってらっしゃるんですね。はい、実際に入学されて良かったこと、はい、これは勉学の面でもいいですし、はい、剣道部の面でもいいんですけど、ね、教えてください。やはりその、まあ、剣道部に入って最後の1年間はキャプテンとしてやって、剣道の技術ももちろんありましたし、剣道だけでなく、そのキャプテンとして必要な力であったりとか、その人間としてとても成長できたと感じています。では、インターハイについて教えていただきたいんですけれども、インターハイ2位という素晴らしい成績残されました。インターハイにはどのような心境で臨まれたか、大会前の心境について教えていただけますでしょうか。まあ、まずはそのコロナ禍というのもあった中、まずは大会を開いてくれた、その関係者の方々に感謝の気持ちを示しながら、最後の大会であるので、もう負けてもいいぐらいの気持ちで全力で挑むようにしました。じゃあ打たれないように打たれないようにっていうんじゃなくても、捨て身というか、はい、そういった気持ちで心構えで臨まれたと思いますね。はい、実際、インターハイ2位という素晴らしい結果だったんですけれども、今、インターハイを振り返られてどのように思われるかというところと、まあ、どういったところが、ポイントで好結果というところに、つながったというふうに思われますでしょうか。